はい、皆さんこんにちは、論外です。ということでね、今日著作会が重心化会したんですけども、まあ、めちゃくちゃ優秀になりましたね。で、他にもね、ダウトとかカルナでも使ってみたんですけども、ちょっと今回はね、変わったクエストで使おうと思って、落ち葉の貢献後、まあ、過去ね、このクエストに苦しめられた方もね、多いのではないでしょうか。もうすでに前々からね、神農アルファとかマルタアルファに壊されていたんですけども、今回はね、キラーとか、まあ、8ターンのね、回転率のいい SS をね、ちょっと活かした立ち回りをしていきたいなと思います。で、スクルドもね、気候封じ持ってるんですけども、基本的に気候封じはここの中ボスとボスに刺さります。ジョヤベルンですねの進化前と進化後が登場するので、それぞれね、鉱物とロボットで種族が分かれているので、かなり有効的となっています。で、まあね、実際のところ有利属性のね、スクルドの方が火力が高いんですけども、この8ターン SS ですね、これがね、ここのクエストでめちゃくちゃ優秀でした。っていうのも、1ターン後に、まあ、展開される反撃モード、エンフィエイドの反撃モードで、まあ、弱点が露出されるんですけども、まあ、この SS を打てばエンフィエイドに触れずとも、まあ、拡散弾でね、弱点露出ができるので、まあ、ボス戦とかにもね、ボス特攻の際にめちゃくちゃ有効でしたね。まあ、ただね、ここに関しては実際のところ著作会じゃなくても、まあ、ある程度の効果力キャラ持っていれば、まあ、十分ね、火力は足りるんで、まあ、もしね、著作会しか持ってないっていう方はね、ぜひ試してみてください。で、ここめっちゃ最難関でしたよね。やっぱ火力が足りなくて、例えばメイのね、神化か神化どっちか忘れたんですけども、鉱物キラー持ってる方を、まあ、火力源にしてね、立ち回ったりだとか、あとはね、ボス戦まで日村剣心即殺の持ってってワンパンかなしたりしてやっていったんですけどね、もう今はね、こんな感じでめちゃくちゃね、著作界で火力出せるんで、まあ、著作界とかね、キラー持ちマルタアルファとかで火力出せるんでね、本当に時代は変わりましたよね。あとね、超アップとかで火力も上乗せされるので、まあ、かなり強かったですね。やっぱりね、この回転率の高い8ターン自強解説っていうのがすごく有効でしたね。まあ、ターンリミットが14ターンかなっていう中で、やっぱこの回転率の高い SS っていうのはね、非常に有効でした。で、ここのステージが一番著作界のね、いいところを見せられるシーンなのではないでしょうか。まあ、一旦ね、ここ特攻したんですけども、まあ、次の著作界ですね、ここね、基本的に友情コンボ禁止のクエストなので、まあ、友情を出しつつエンフィールドの反撃は出せないので、まあ、この拡散弾 SS の方、拡散弾を利用してエンフィールドの反撃を出していくと、これで弱点出して、まあ、特攻して終わりという感じで、まあほぼほぼね、こういう使い方はしないんですけども、まあ、こういう感じで回転率の高い SS をめちゃくちゃ優秀でしたという動画でした。ということでね、超赤い使ってみた動画でした。ということで終わります。バイバイ。